巨人、歴史的大惨敗ゼロの15で3連勝で止まり借金4今季リーグ初の2桁失点被安打19打線はわずか2安打で今季5度目の完封負けプロ野球阪神15のゼロ巨人27日甲子園巨人は今季ワースト被安打19今季リーグ初の2桁15失点で連勝は3で止まった 打線も今季最小2安打に終わり今季5度目の完封負けで9勝13敗の借金4先発山崎より24は中7日の登板前回は d n a 戦で7回1失点の好投を見せ今季初勝利を挙げていたしかし2回1死から佐藤光に四球井上にレフト線へのツーベースを打たれ1死に三塁のピンチを招く 続く坂本にライト前へタイムリー。木みにはレフトへの儀比を許し2点を先制された。山崎は3回には先頭、近本にライトスタンドへ2号ソロを叩き込まれる。中野とノイジーに連打、大山に四球で虫満塁からは佐藤光。る。と井上に連続タイムリーを浴び交番。変わった白木大和、19、茂木浪の内野ゴロ間。 近本の内野安打タイムリーで2点を失いこの回6点を奪われた山崎は2回3分の1を投げ8安打8失点とプロワースト失点を喫し今季初黒星阪神の先発は今季初登板となる左腕伊藤正司26昨季巨人は2つの完封勝利を含む3勝を献上していた 打線は3試合連続でスタメンの秋広優二2二代わりウォーカー、31、を6番に入れるが、5回1死から中田翔、34、がヒットを放つまでパーフェクトに抑えられた。投手陣は6回に3番手、鍵谷陽平、32、が大山に3号ソロを浴びる。 8回に4番手、今村信孝、29、が一・死一・二塁から井上にセンターに2点タイムリースリーベースを打たれ、坂本にもタイムリーを許した、さらに西満塁から田中豊樹、29、が中野に走者一掃のタイムリースリーベース浴び、8回も6点を奪われた、今季ワーストの19被安打で、今季リーグ初の2桁となる15失点を喫した。 8回1死からウォーカー31がチーム2本目のヒットも四死,死球エラーでの出塁もなく走者は中田ウォーカーの2安打のみ巨人の15失点以上での完封負けは2001年5月1日に中日に0対17で敗れて以来22年ぶりの歴史的な惨敗となった以下はネチズンのコメントをまとめたものです 伊藤とと対戦するる毎回同じじパターンで封じられるスコアラーが休暇中なのか選手やコーチに学習能力が皆無なのか苦手を苦手のまま放置するチームなのでこうなると何度対戦しても毎回完封されるのかな長いシーズンこういう試合もあると心に言い聞かせつつも心の奥でこんな負け方をするチームが本当にプロなのか という気持ちも湧いてきそうになってるこれを現地で見たファンはかわいそう明確な基準がないから難しいけどこんなボロ負けの試合はチケット代を球団が払い戻ししてもいいんじゃないかなと思うこんな試合を阪神は味わってきたんだよ巨人ファンには辛い経験したと感じますがそれにしても内容が悪すぎる何だろうか覇気がない 活気がない阪神はいろいろあるけれど選手たちがなんとかしようと頑張っているあまりにも対照的すぎる昨日は巨人の快勝今日は阪神のボロ勝ちこの先勢いが加速するのは阪神になるのだろうか